で、ちょっとね、まとめました。はい。何を？小論文。また、出た！他の動画見てくれてる人は来るかもしれないけど、前になんか、ラーメン、バンドマンがなぜラーメン屋に行くのかっていう論文をね、はい。うん。彼は紹介してくれたんだけど、またまとめてきたの。まとめました。またまとめたの。はい。そういうの好きだね、ほんとに。はい。そうですね。うん、で、まあ、さっきね、うん、必要なものとかを紹介させていただいて、うん、親出さんの紹介とかもして、うんうんうん、で、制作でこういうの使いますよっていうのを見せて、うん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 、で、ところまでは、まあ、やりましたってところですけど、まあ、このボードのコンセプトとしては、うん、シューゲーザーが僕好きなんで、あー、なるほど、ジャンルが、うんうんうん、なので、シューゲーザーっていう、まあ、ちょっとノイジーな90年代、初期でイギリスで流行ったノイジーな、浮遊感のあるバンドが流行ってたんですけど、シガーロスとかね、そう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 、ジザメリとか、ジザメリ、うん、あとマイブラとか、あとライトとか、うん、なんかそういうちょっとマニアックなんだけど、うん、そういうのを意識させてます。なるほど。中でもそのライドっていうバンドのアンディ・ベルっていうギタリストが使っているエフェクターをほぼ入れてる、うんうん、あ、ここに、まあほぼじゃないけど、うん、それを意識して入れてる。へえー、そうなんだ、うん、まあ一個一個別に紹介はまあ後でするんで、うんうん、なので、ちょっとシューゲーザーを意識した、うん、エフェクターボードです。はい、はい、はい。で、まあ、利便性と、うん、まあ、論文なんで、うん、3つの題目で。はい。利便性、うん、環境の調整、うん、あとは、表現の自由。ほう。で、3つの観点でちょっと話を。エフェクターボードを組むことのメリットですね。はい、そうですね、はいはい。まず利便性というところなんですけど、まあ、うん、プログラマースイッチャーを導入してます、ね。なるほど。これバッファなしの、まあ後でバッファの話もするんですけど、うん、で、まあエフェクターの切り替えが楽なんで、うん、演奏に支障が出ないっていうのが利便性ですね、はい、うんうん。あと基本的に踏み込むもの。プログラマースイッチャー入れてても、うん、例えば、例えばね、消したいなとか、うんうん、オーバードレイブちょっと消して TS だけで鳴らしたいなっていう時のものは基本的に前に、うん、だからディレイとかも結構踏み替えることが多いんで前に寄ってるっていう感じ。ああ、なるほどなるほど。踏みやすいものを、踏みやすいものを基本的に前、うん、なるほど。これはもうバーでも分かるな。まあ、っていうところですね。なるほど。まあ、あとね、センドリターンとかもしやる人とかいたら、またちょっと変わってくるし。センドリターンの話は、まあ、別に枠で、うんうん。っていうところが利便性です。基本的に前に踏みやすいもの、絶対置いとく。なるほど。って感じですね。うん、で、2番目、うん。環境の調整。うんうん、これ、結構よくあるあるなんですけど、うん、エフェクター実際楽器屋で弾いて、うん、でいざ買って、うん、家で弾いて、うん、つなげて弾いたら音違うってことない？ある。それはある。結構これギター始めた時とかすごい感じなかった？わかる。試奏してめっちゃいいじゃんって買ったけど、なんか違うなにはよくない？結構あると思う。それってまあ楽器屋の環境、まあ、ギターの環境も違うってのもあるんだけど、うん、ね、エフェクターつなげることによって音色って絶対変わるんで、はあ、とにかくつなげればつなげるほど音って絶対変わっていくんですよ。ああ、そうだね。確かに確かに。相性があるったりするんですよね。相性なんだ。相性絶対。ああ、俺ね、別の動画で音痩せはするよねっていう話はしてて。音痩せもそうなんだけど、うん、これね、あ、なんか、うん、本来、セオリーって、うん、ギターから直にファズ、
で、コンプとかが結構セオリーだったりするんよ。なるほど、なるほど。バッファ通さないで、まあ、あとでバッファの話もするんですけど、うん、バッファ通さないで、ファズっての通してからコンプ入れて、いろいろつなげてた方がいいとか、相性があるし、あと、国ブースターとか入れる位置とか、うんうんうん、結構相性があったりする。だから、組み替えるっていうのも重要だし、一個一個買ったら、家で、これとアンプと、ギター、エフェクター、アンプで弾いてみて、こんな音か。うんうんうん、で、じゃあ、これとこれつなげてみよう。うんうん、一個ずつ全部確かめた方がいいと思う。マジで俺全部やってる、そうやってる。へー。楽器屋で試奏して、あ、これいいな、サウンドハウスにポチッ、メルカリにポチッ、家に届きます、うん、まず1個弾いて、あ、うん、こんなんだな、うんうん、じゃあボードに組むときにここに入れようって想定はあるんだ、きっと。ここに入れたいとか、うん、それじゃなく、まずこことここを組み合わせてみて、あ、こんな音なんだ、スイッチャー通すとこういう音変わるんだ、バッファ通すと音変わるな、じゃあバッファより前だなって言っていろいろ試行錯誤して書いていく。うわー、俺そんなことやったことなかったな。これやると全然変わる。はあ、そう。エフェクターなんかそのとかの YouTuber さんとかも絶対言ってる。へえ。エフェクター作ってる開発の人とかも、うんうん、まず家で一個ずつ試して、いろんな組み合わせを試していくださいね。なるほど。なんかセオリーがあるじゃん。うん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 。オーバードライブ、歪み系の種類空間とか。うんうんうん。そうね、基本的なね。系とか、そういうの。はい、で、空間系の前に、あと、歪みの前にコンプとか、うんうんうん、基本的に音の粒揃えたりとかあるんだけど、実際、いや、なんか違うなと思ったら、変えてみる。ああ、面白い。あ、それは知らなかった。うん、なるほど。っていうのがありますね。うん。なので、絶対に一個一個アンプつないで、その音の変化っていうのを理解して、うん、聞き比べしながら組み合わせていくっていうのは絶対です。まあ、エフェクターの理解を深めるってことですね。はいはいはい。で、ノイズ。うん、言ってたね、さっき。そう、ノイズ。ノイズに2種類あって、ハムノイズとホワイトノイズ。うん。知ってた？うん、ちゃんとは理解してないかも。うん。その、もちろん、あるのは知ってるけど。まあ、2つあって、うん、どうしてもノイズって出ちゃうんだよ。そうだよね。絶対、ゼロは無理だよね。ゼロは無理。うん、わかるわかるわかる。そもそも、ギター使ってたら絶対にゼロは無理なんですよ、うんうんうん、だから出てしまうってものを意識しながら、じゃあどんだけ減らせるか、なるほど、っていうところで、まあ、まずノイズがどこから、エフェクターなのかギターなのかアンプなのかっていうのは必ずどこから出てるかっていうのを原因を探る、うんうん、っていうのは必ずした方がいいと思う、うんうん、ノイズに関しては、うん、で、エフェクター、今回エフェクターボードのノイズ対策ってとこなんで、言うと、うん、さっき、かえって、長いな、はい、これ、パッチケーブル作って長いなって感じで、そのままにしてるって言ったのは、うんうん、これ、なんでこうしてるかっていうと、うん、結構悪い例なんですよ。あ、これ、ちょっと長くね。しかも、こうなってる状態。うん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 、他の見るとわかるんだけども、もう最短ルート、うん、こことか見ると最短ルートで行ってて、うん、そうね、これあのね、グランドループ、ああ、言うね言うね言うね、グランドループ名前は知ってるよ。あのグランドループって何かっていうと、うん、あのここに輪っかができてるんで、うん、そこにノイズが拾っちゃうよ。そうなん、そうなん、うっそ、俺のボードバリバリだぞ。えぐいぞ、後でちょっと比較すると分かると思うけど、グランドループがすごい、あのね、ギターのピックアップってコイル巻いてるじゃん。うん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 、あれで、音拾ってるじゃん。はい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 。要するに、それがここでも同じことやっちゃえば、
例えばここの配線をギターのコイルみたいにめっちゃ 何千回巻いてここにやればそこのノイズ音を拾うし、まあ、そうかそうかそうか、はい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 、でギターとかってさ、うん、エアコンのリモコンとかの音とかもさ、うんうんうん、ピックアップに向けてやるとさ、うん、拾ったり拾うね、うん、そういうのが起こり得るんですよ。あそういう風にちょっとでも出ちゃってるとそうグランドループ、あとラジオとかさ昔さ、うん、これグランドループ用にねちょっと探してきたんだよ、これ画像をお、これ分かる人いるかな、あのコンポについてたラジオの拾う、知らない、ちょっと待って待って、ちょっと待って、これ知らない、こんなのがあるの、これを、うん、CD プレイヤーみたいな上に置いてラジオとか FM とか拾うよ。あ、これアンテナなの、アンテナ、あこれが同じことなんですよ、中に線が入ってて、うん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 、これをループさせることによってそこに信号拾うっていう、あじゃあノイズっていうのはこう信号を拾うっていう考え方と同じなのね。そう、なるほどなるほど、だからここは極力、うん、正解としてはもう本当に最短ルートで、うん、ピッシャピッと輪っかを作らない、なるほど、これもダメ、こういうのもダメよ、あこれもダメなんだ、だけどまあしゃあないや、しゃあないそうだな、ね、へえ、あもうピタッとこうピタッとするのがいいんですよ。で、DC ケーブルも、うん、そう今これピタッとさせてないんだけどさ、うんうんうん、ちゃんと DC ケーブルも輪っかができるように、うん、こうつなげちゃうとダメなんですよ。ああなるほどなるほど、うわ考えてもなかった。で、うん、次にノイズとして重要なのが、うん、これこれもう結構今ちょっとぐっちゃぐちゃにしてんだけど、うん、これが例えば、うん、よくあるのが、うん、AC アダプターの近くでギター弾くと拾うよ、うん、このノイズを。そうなんだ、知らなかった。だから基本的にこれは、うん、ある程度ノイズを拾いやすいエフェクターにも対しては距離を取ってあげるのが一番重要です。なるほどなるほどね、っていうのがねノイズ対策ですね。あそうか、そういうところから対策ってできるんだな。そう、電源周りとこういうグランドループっていう配線周りを整えると、うんうん、ある程度エフェクター本来であれば、うん、ノイズは削減できるっていう。面白い、どっから鳴ってるかってまず対策を見える。なるほど、どこから鳴ってるか、なるほど、あれエフェクターっぽいな、パッチケーブルっぽいな、AC アダプターっぽいなってなったら、そういうのを対策をしていく、うんうんうん、っていうのがノイズ対策です、はいはい、あと、うん、ノイズ対策以外に音痩せ問題、音痩せ問題、これ大事だね、これ結構これね、うん、授業できるんじゃん授業、なんで俺ちょっと調べたんよ、うんうん、この小論文を完成させる上に向いてあのね、ちょっと見てもらおうかな、まあこういう感じでね、また作って、また書いてるよ、すごい書くねでね、こう、うんうん、まあいろいろとあるし、うんうんうん、こうね、うん、すごい書くね、ブログ書けるじゃん、これいけると思う、うん、もしよかったらこのブログの内容、この文字の内容、うん、後で、うん、いくらかでも買って、で、俺の3つから押してもらって権利費用品、あでもその価値はあるかもしれない、もしかしたら、もしかしたらね、まあ知ってる、知ってるじゃん、知ってることもあると思う、やっぱ、まあ、ね、経験上、経験上あると、そうそう、経験上やっぱ音痩せが良くないのは分かるよ、うん、俺もね、そのねベリンガーのエフェクターを8個くらい直列で繋いでて、いいじゃん、そうで、いざライブでやったら音全く抜けなかったみたいな、ライブで、そういう経験はあって、
あ、音痩せってえぐいなみたいな。やっぱ8個の直列で繋いでると音すっかすかないよね。それでちょっと音痩せに関しては特に体験があったかな。まあそこでね、やっぱり、うん、井山少年はいろいろと調べることがあったんでしょうね、うん、あったんです音痩せについてどんな知識がある？知識って言っても知ってる？ね、これは別の動画でも話してるんだけど、まあベースとかは特に顕著なんだよね。ああ、そうだね。あのね、エフェクターを1個つなぐと、はい、超低域と超高域のとこがゴッて削れるのよ。ですよね。そうそうそう。だベースなんて一気に、はい、あのもうローが出なくなったなって一発でわかる。一個繋いだだけで、うん、変わるなって。ベースプレイヤーはシビアだよね。そうだね。いや、だから安直がいいって言われるのは、ベースは特にね、安直がいいよっていう人の理由はそこなんだろうなっていう。なるほど。うんうん、ちなみに、ベース安直は、何ピックアップですか？うん、ああ、全部全般でもう、あの、パッシブもアクティブも安直がいい。ああ、いや、そこまで意識しない。俺、パッシブしか使わんから、基本。ああ、なるほど、なるほど。うん。なるほどね。うん、そうだね。これがね、かかってるんですよね。マジか。そう。あの、まあ、音痩せって、うん、さっき言ってベースでも、エフェクターつなぐとって言ったじゃん。うんうんうん。シールドの長さもそうだね。ああ、なるほど、そう、そう。そう、10メートル。うん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 、のシールドも、うん、10メートルのシールドと1メートルのシールドで聞き比べると音痩せが変わる。あ、長ければ長いほど、うん、音が劣化していくんですよ。なるほどね。まあなので、うん、こんだけもう巡ってたらエフェクターボードで話すと1本の長いシールドなんですよ。あー、なるほど。こんだけ巡ってたら、なるほど、こんな巡ってたら一本の長いシールドがここにあるんですよ。なるほど。プラスアンプにギターにつなげる、アンプにつなげるっていってあるんで、さらに長くなる、はいはい、から音痩せがしやすくなる。なるほど。っていうふうにちょっとまあエフェクターボードイコール、うん、あの一本の長いシールドっていうふうに考えてる。で、これあのテストに出ます。テストに出ます。あのインピーダンスインピーダンスインピーダンス、ああインピーダンス問題、はい、インピーダンスっていうのは、うん、交流抵抗、うんうんうん、電気用電気関係理系で言うと交流抵抗、うんうん、って言われてるんですけど、インピーダンスって何やねん、うんうん、まずあのインピーダンスって、はい、2つあるんですよ。インピーダンス、インピーダンス、はい、ハイインピーダンスとローインピーダンス、うんうんうん、2つあります、うんうん、で基本的にインピーダンスが何かオーディオで言うと、うん、これもよく言われるのがハイ受けロー出し、ハイ受けロー出し、ハイ受けロー出し、なるほど。ハイインピーダンスとローインピーダンスがあるってことは、うん、ハイで受けて、うん、ローで出す、うん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 、わかりやすく言うと、まあ、ちょっとこれ、まあ、これ一応いいや。ギターから来ますし、インプットだから、こっちか。インプットで、ハイで受けて、ローで出す。とっていう出すね。さっきのね、エヴァちゃんの動画見てた。ハイで受けて、うん、ハイで受けて、うん、ローで出す。なるほど。っていうのがもうテストで、うんうんうん、で、ハイ受けロー出しなんだけど、うん、オーディオ界で言うと、うん、じゃあどこの境目がハイでローなのか、うん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 、数値で表されてるんで、うん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 、500オームか600オームより上がハイ、なるほど、500から600以下がロー、へー、なるほどね。なんですよ。なるほど、なるほど。オーディオ界で。オーディオ界で。でも、ギターの話になると、まあ、別になっちゃう。ギターの話になると、うん、基本、オーディオ界で言われてる、うん、ハイの話になる。ああ、全部？そう。ああ、そうなんだ。500以上のハイ。
これがね結構ややこしくしてるんですよ、うん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 、でも、はい受けろだしっていう風に頭の中であるから、うん、はい、オーディオ界でははいの中のくくりだけど、うん、その中でローとはいがなるほどっていう考え、うーんこれ面白いなと思って、うん、そうですね。で、じゃあはいが何がいいのか、うん、はいはあのノイズが乗りやすくて、うん、信号の劣化がしやすい、うーんノイズ、まあギターノイズが乗りやすいんですよ、ハイインピーダンス、ギターの、うん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 、で、ローはノイズが乗らなくて劣化しにくい、うん、じゃあもうローの方がいいじゃんって思うじゃん、うん、ローだと、うん、あと分かりやすく言うと、ギターで言うと、うん、ギターベースで言うとアクティブのピックアップは、はい、全部ロー、はい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 、で、パッシブが全部ハイ。ああ、なるほどね。アクティブの EMG とか。そう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 。あ、今はもう基本ロー。うん。ベースのアクティブタイプのベースは基本ロー。それ以外の普通のやつは、ジャズベアベアベアとか。そう。うん。普通のハンドとかシングルとか。基本ローがいいと思っちゃう。うん。じゃあなんで今パッシブ使ってんの？いや、確かにね。そこないの。やっぱ、なんだろうな、あのアクティブ臭さがそう、うん、それなんですよ、うん、はまんない時が多いんだよな、俺は。そうなんですよ、うん、だから、みんなアクティブを使うわけではない、うん、確かに、これ面白いな、すごいな、物も見事に返されたな、今そう、あの、ハイは、まあギターの鳴りがあるというか、確かに。ただね、ローもね、いいことはあるんだよ。うんメタルとかってさ、うん、エフェクターの乗りがいいとかさ、うんだからアクティブ使う人も多いし、うんそうだね、歪みの乗りがいいとか、そういう利点もあるけど、確かに確かに確かに。なので、まあ、どれを使っても基本的に、ロー出しすればいい。うんうんうん、アクティブでも、そのままロー出しすれば音の劣化はしないし、なるほど、ハイインピーダンスギターパッシブのギター使っても、うん、ローにしてアンプに行ってあげれば、うん、ああ面白いでね、うん、さっきギターの話でアクティブの、まあ、ピックアップだいたいこれね10キロオーム、うんさっきの500、600オームってキルついてない。ああ、なるほど。さらに上の。全然違う。全然違う。ノイズエグいことないですか？アクティブで10キロオーム。へー。で、パッシブとかだと、250から500キロ。キロ。ああ、なるほど、なるほど。ちなみにダイナミックスマイク。ダイナミックマイク。あ、そう、ダイナミックマイク。これ150オーム。150オーム。超低い。超低いね。そう。超低い。超低いね。コンデンサーマイクで200。だからミキサーにつないで、うん、スピーカーから流せる。なるほど。あれを、なんか例えばギターをミキサーにつなぐとダメなの。壊れるみたいな感じ。やっとくないからわかんない。あ、でも、その昔、壊れたミキサーにギター突っ込んで、で、バリバリに歪んだ音。それがファズの始まりだと言われた。ああ、はいはいはい。もしかしたらそういうのもあるかもね。そうね。もうなんかバリバリにもうなんかぐしゃぐしゃな音になっちゃう。もうミキサーが耐えられないくらいの音になっちゃう。でもその歪みがなんかファズになったっていう話もあるから、まあ、それくらいこうなんか、ピュアな音ではなくなるってことだよね。そう。うん。でね、パッシブが250から500ぐらいなんだけど、うん、それを入れてでエフェクターっていうのは、うん、大抵、ローインピーダンスに変換してくれるものなんですよ。あーローインピー、うんうん、要するにギターから来た高い信号を、高い信号を低くして
のがエフェクターなんですよ。あ、エフェクターはもう全般そうなんだ。全般そう。で基本それ。ああ、そうなんだ。いや、例外はあるけど。まあ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 。そう。で考えておくと、次の話がわかります。はい。で、例えば、うん、エフェクター、例えばね、ボスは大体、うん、あ、ボスねえや。今日はないけど、うん。ボスないね。ボスは大体、バッファーが入ってる。バッファーってあるじゃん。うん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 、もう要するに、高いものを、うん、低くしてくれる、うん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 、でノイズを減らしてくれるっていうもの、うん、が絶対入ってる。あ、ボスに関しては。へえ。だから基本的にエフェクターボード組むときに、うん、まあ大抵チューナーかバッファーか、うん、ボスを先頭につけとくと、うんうんうん、あと楽。ああ。なんか確かにボスのバッファーの音が好きだとか嫌いだとかっていう話は聞いたことあるかもしれん、うん、だからバッファーでも、うん、ビヨンドとかさ、うん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 、まあこれ俺はイン&アウトっていうバッファー兼、うん、ジャクションボックス使ってんだけど、うん、バッファーをかませて低くするんですよ。でバッファー臭いの嫌だとかさ、だからいろんなエフェクターブランドはバッファー臭くないような原音に忠実なバッファーをいろいろ出してる。ああ、なるほど。いろんなブランドから出してる。はいはいはい。深いですよ、バッファー。深いね、そう考えると。そう。まあメリットとしては、バッファーのメリットとしてはローインピに変換してノイズを減らしてくれる、うんうん、けどデメリットとしてはバッファー臭いとか音が変わる、ギターの原音が変わってしまう。なるほど。だから結構バッファーにお金をかける人とかもいるし。なるほど。ビヨンドだっけ、真空管がついてるバッファーとかさ、まあまあまあ、なんかそんな名前だっていうか、うん、なんかあるよね、コンパクトタイプ、うんうんうん、とかね。へでさらに、うん、バッファーの話からいくと、まあこれはもうギタリストだったら結構聞いたことがあるトゥルーバイパスとバッファーのバイパス。トゥルーバイパスだとね。トゥルーバイパス、なんか昔さ信者いなかった。信者いた。トゥルーバイパス信者。うん、トゥルーバイパスじゃないともうダメっしょみたいな。ダメっしょみたいな。今、あんま見る？いや、そこまでは見ないと思う。なんかトゥルーバイパスを売りにしてる商品も少ない気がする。そのトゥルーバイパスの良さって、うん、これ、バッファーって、要は中の回路を通ってそのまま音を変えてきます。うん、だからスイッチオフにしてても、中の回路を通って、うん、他のエフェクターに、アンプに信号が行く。けど、うん、トゥルーバイパスっていうのは、音が入ってきて、うん、中の回路を通らずにそのまま、アンプに行くんで、うん、ハイインピーのまんま行く。なるほど。ギターのハイインピーダンスのまんま音が行く。はい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 、はい。じゃあ、バッファなしってこと？バッファなし。トゥルーバイパスってのは。でも踏むとバッファが入るから、あ、スイッチオンにすると回路を通るから。あ、なるほどなるほど、回路を通るから行く。あ、じゃあオフ時に音の迂回してくれる。あ、なるほどなるほど。ハイインピーのまんま。はい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 。ではバッファ、うーん、そう、どっちがいいと。まあ、これもね、もう本当好き好みよ。難しいね。なんかオールトゥルーバイパスでやっちゃうとどうなんだろうって気がする。オールトゥルーバイパスになると、うん、さっき言った長いシールドのまんまずっと来ちゃう。ハイインピーダンスのまんま来るから、なるほど、音が劣化しちゃう。はあ。ノイズが乗りやすかったりとか、音痩せがしたりとかしやすい。だから結構あるのが、めっちゃいいバッファー買っ
って、うん、最初に、うん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 、バッファー買って後ろにつなげるこうエフェクターとかは、うんうん、トゥルーバイパスにすると、うんうん、クリーンで流したい時、うんうん、バッファー通して、うん、あと歪みとかはトゥルーバイパスにすればクリーンの原音のままにしやすい。なるほど、元の音質を保ったままいきやすいわけね。そう、はあはあ、っていうのがトゥルーバイパスとバッファー。ああ、じゃあ使い方ちゃんと考えないと難しいね。そうむしろさ、ね、トゥルーバイパスのエフェクターだけでずっとかけっぱだったら意味ないわけだね。そうだね、それもただの バッファー噛んでる。ああ、そうか。へえー、知らんかった。そういう感じなんですよ。なるほど。バッファーとバイパスって。面白い。なんか質問あるそこの段階で。いや、大丈夫です。ありがとうございます。なんか、エフェクターの出力値は何キロオームで、うん、あの受けは何キロとか聞きたい。喋、うん、りたいんだろ喋ってくれよ。いや、めんどくさいな。まあ、マニアックな話だけどね。そう、結構もう、うん、あのだから、必ず、ハイで来るギターの、まあ、アクティブじゃないパッシブのピックアップのものは必ず入ってくるから、うん、まあ、バッファーをかませて、まあ、トゥルーバイパスのエフェクターないし、バッファードバイパスでも何でもいいからつなげてくるっていうと、うん、音の劣化、音痩せがしにくくなる。プラスアルファで直列につなぐと、うん、音痩せってしやすくなるんですよ。要するに。ああ、そうそう、さっき言ったやつだね。そう。ベリンガーもそう、うんうん、だからバッファーめっちゃいいバッファー買ってスイッチャー買えばきっと直列になんないから、スイッチャーだったらね、こうこの組み合わせとかこの組み合わせできるんでですね。なるほど。スイッチャー買えばベリンガーでも音痩せしにくくなるし、どうですか、ベリンガー。今更使う気に。いや、まあ今俺もね、いろいろこだわったエフェクター自分なりには使ってるから、まあなんか面白いエフェクターあるからベリンガーでも、それはちょっと使いたいなと思うけど。いや、まあ基本的にまあそういうのがセオリーにはなってはいるんだけど、うん、あのこれね、最後の項目が、はい、3番、表現の自由なんですよ。はあ。これもうなんだなんだね。うん、いやー言うたけど、うん、それが全て正解ではない。うんうんうん、正解だけども、うん、まあ好みですよね。三者三様。理論や知識だけあっても音楽は感じるものって書いてあるからね、うん、その論文に書いてあるのね。そう、俺書いた。理論や知識だけあっても、まあ、音楽は感じるものですよ。はいはいはい。まあ、さっき言った、うん、シューゲイザーとかって、うん、マイ・ブラッディ・バレンタインの、うん、ギタリストとかは、うん、何百個っていうエフェクターを直列につなぐに。マジで？やばいよ。やば。そういうので、あえてノイズを作る。ああ。これがね、裏にある、ラックの上にさらに。うわ。これ、すごいね。やば。これでも一部なの？うわ。で、さらに、これ、うん、これ足元。あ、そうか。今のが裏だもんね。そう。裏でスタッフが操作するとか、そういう感じの。で、これがもう足元。えぐいね、数。は？ヒロイが使ってるエフェクターボードをさらに読むことか。そうそうそう。そんぐらいの、うん、をもう、いろんな組み合わせでノイズを出したりとかするんで、決してまあ今言った話は全て正解ではないんですよ。ね、あえて直列につないで音痩せするかもしれないけど、うん、まあなんかでちょっと弦上げてるものを入れて、うん、
お問い合わせをしてるけど壁感は崩さないとか。なるほど。とかね。だってさっきだって言ったさ、そのぶっ壊れたとかさ、うんうんうん、パズ作った要因とかも、うんうん、まあやってみて、うんうんうん、あめっちゃいいやんってなってそれが今パズになってるわけじゃん。うんうんうん、だから全てが全てセオリー通りではない。うん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 、だから組み合わせ次第だし、うん、っていうところですね。なるほど。それが表現の自由。ああ、いや、深かったね。そうか、そうか。はい。でも、そんな感じで、今回、そうですね。うん、エフェクターボードを作るメリットというか、楽しさというか、深さというか、はい、うん、そういったのを教えてもらった。ありがとうございます。はい、じゃあ、この後は、次回は、お互いのエフェクターボードをちょっと、ね、具体的にどんなものを使ってて、はい、ちょっとどういうこだわりがあるかっていうのを話せればな、思うんで。はい。うん。なんか言うことあるそれは。やっぱね、ここに書いた通りね、音楽を感じるものなんですね。知識とかね、論理じゃないんですよ。感じるものなんですよ。お前さん、ほんとさ、いつもさ、はい、最初に言ったことを最後にひっくり返すのやめたくない自分で。自分でひっくり返したね、その。ラーメンの時も同じだったよ。ラーメンの時も同じなんだけど。要するに知識とかさ、経験は頭の中にあるじゃん。知識頭の中にあるじゃん。経験やってみる。うん、そこから